こんにちは。東京でソフトウェアエンジニアをやっているリサキャンです。この度私ソフトウェアエンジニアとして昇格しました。イエーイで昇格したっていうことで、まあ一人前のソフトウェアエンジニアと言えるようにはなったかなと自分では思ってます。4月からエンジニアとして企業で働くぞという皆さん、またエンジニアに転職を考えて今勉強中の皆さんに伝えたいこと7つを紹介したいと思います。これは私が大切にしていることなのですが、自分でも忘れちゃうことがあるので、自分用のリマインダーとしてもこの映像を残しておきたいと思います。1つ目、疑問に思ったことは秒で聞き返すこと。質問するのってめっちゃ難しいですよね。特に新人時代は遠慮しちゃって先輩に聞きづらいって言ったことがあると思います。なんと4年5年経った私ですらそう思っちゃいます。エンジニアになったら質問するのが一番の仕事だと思って、わからないことはどんどん聞いてみてください。もしおしゃべりの途中でわからない単語があったらメモしておいて後で聞くのもいいですし、その場で聞くのもとても有効です。なぜかというと、他にもその単語がわからなくて質問したいけど質問できなかったっていう人がいるかもしれないからです。なので積極的にみんなのいる場所で質問してみましょう。でよくあることなんですけど、わからないことがわからない、質問の仕方がわからないっていうことがプログラミングをしていると出てくると思います。そういう時に有効な手段は、一緒にやってみてくれますかっていうことです。先輩に頼んで一緒に作業をやってもらいましょう。そうしたらここがわからなかったのかとか、ヒントになることが見つかるはずです。2つ目、師匠を探すことです。会社に入ったらこの人に絶対ついてくっていう先輩を探すと、その後楽になります。なぜかというと、まあプログラミングはいろんな人がやっていて、それぞれ自分の哲学を持ってやっています。私が経験したことの一つに、こっちの先輩はああ言っているけどあっちの先輩は違うことを言っているっていうことがありました。その時に一人師匠を決めておくと、自分の指標になって迷いが少なくなるのでおすすめです。ただしその師匠の言うことを全部真に受けるのではなくて、他の人の意見も素直に聞きましょう。もし会社に師匠が見つからないっていう場合だったら、有名な、まあ、ライブラリのコミッターとか、まあ、自分の好きなライブラリを作っている人をツイッターでフォローしたりして、その人の考え方とかを学ぶのも良いと思います。3つ目、素直でいることです。仕事でコードを書き始めると、コードレビューとかでいろいろ指摘をされて、私はこう思って書いたのに全然違う、どうしようって意地になっちゃうこともあると思うんですけど、そこは深呼吸して素直に意見を受け止めましょう。この素直でいるっていうのがすごく難しくて、経験を積んだエンジニアになればなるほど難しくなっていくと思うんですが、素直な心を持っているといろいろな人が助言をしてくれるので、ここはすごく大事にしたいと思っています。次は本を読むことです。まあ、本を読むのが苦手っていう人は、一冊でも自分の好きなプログラミングの本を見つけてください。その本が一つあるだけで、迷った時に立ち返れるような存在になると思います。ちなみに私はこちらの本が大事にしている一冊です。今いろんな情報がウェブに散らばっていて、何でも Google で検索したら出てくると思うんですけど、本を読むと体系的な知識が身につきます。体系的な知識はプログラミングでとても重要です。なぜかというと、プログラミングって自分の書いた部分だけじゃなくて、他の部分もと一緒に連動して動くので、全体的な構造とか概要とかを把握しておくといいです。概要を知るためにも読みましょう。本は神です。図書館で借りることもできます。図書館だと無料で借りられます。もし会社に入るんだったら、会社の経費で購入してもらうのもいい手段だと思います。5つ目、許可よりプルリクエスト。プルリクエストっていうのはコードの変更を提案する GitHub の機能のことなんですけど、これは許可をもらうよりも実際にコードを変更して、それをプルリクエストっていう機能で提案しようっていう内容です。これを身につけておくと、まあ、新人の頃に許可を得ずにプルリクエストを送ると、この人やるなって思わせることができるし、実際に手を動かして
コードを書くっていうのがプログラミングエンジニアの一番の仕事だと思うので、それを体験するためにもまずは書いて動かしてみるっていうのを第一目標にするといいと思います。6つ目、バグは知識の宝庫です。嫌がらずに取り組みましょう。そして取り組んだ内容をメモに残しておきましょう。とバグって聞くと絶対嫌だ、自分がバグを生みたくないと思うんですけど、実はバグとそのバグの周辺を調べることでたくさんの知識が身につきます。またその知識をドキュメントとして社内に残しておくと、後に困った人がすごく助かります。その困る人っていうのは他人とは限りません。自分を助けることになるかもしれません。ぜひ書き残しておきましょう。もしそのバグが会社内のものだけではなくて社外にも通用するようなものだったら、キータとか全デブとか他の技術用のブログサービスを使って記録しておくのもいいと思います。もし転職とか他の人にアピールしたくなった時に、そういう記事がオンライン上にあると自分の実力とか素直にそのバグを認めて修正できる力とかがアピールできるようになります。最後に7つ目、とっても大事なことです。土日お休みはしっかり休みましょう。プログラミングってずっと座っててずっと頭を使う、これまでになかった職業です。他の人はそう見えないかもしれないんですけど、あなたの体はかなり疲れてます。頭もめちゃくちゃ疲れてます。土日はゆっくり休んでください。もし勉強時間を確保したいっていう場合には、業務時間に含めてもらったりとか、朝ちょっとだけやったりとか夜ちょっとだけやったりとかすれば全然大丈夫だと思います。もうプログラミングって本当に奥が深くて、もうどこまでも掘っていけるようなものなので、頑張りすぎないようにしてください。全てを分かる必要はないと思います。以上が新人エンジニアに伝えたい7つのことでした。もし他にもアドバイスとか知りたいこととかあればコメント欄にコメントしてください。7つのうちどれが一番心に刺さったか教えていただけると嬉しいです。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。頑張ってね。